ね、平壌の手に落ちたと言われているぐらい入り込んでいて、はい、北の、そして、高麗連邦構想でしたっけ。そうです、ね、高麗連邦構想です、あるじゃないですか、まあ、北主導の、まあ、連邦体制、朝鮮半島、で大韓民国消滅といいますか、のシナリオですよね。その通りですね。で、文大統領ってそこに向かって歩いてますよね。もう彼の最終目標それでしょ、着々と歩み進めてる、で、この肝心なその文大統領の危険性に気づかなかった大韓民国の人たちは大変気の毒だと思うんですけれども、私はそこにやはり反日アヘンを吸入し続けてきた弊害だと思います、もうアヘンで、反日さえあればもう何でも許される、何でも自分たちのこの主張が通るっていう、そこに全て持っていかれた結果ですね、自国の足元が崩れかけてるのに気づかずに、まだくだらない慰安婦像を建てようとか、こういう外交カードに歴史問題をぶつけてくること自体がナンセンスですし、そういった意味で韓国の方は気の毒だと思いますね。いや、そうですよね、で、これ僕も、まあ、結論として全く同じですよ、で、このところ起きてる僕は2つの新しい事象が非常に問題だと思ってて、まあ、新しいというよりも文大統領ね、なった時からもうこれは非常にその戦略的にやってると思いますが、国家情報院の解体ですよね、国家情報院、その情報機関、ここをですね、完全にそのもう解体させる、まあ、改革と言ってますけど実際上解体、で元の国家情報院のトップなんかも相当身柄拘束をしてますし、その現役の人たちも百何十人もですね、身柄拘束してですね、要するに国家情報院が今少なくても完全な中枢麻痺、動かない、で国家情報院というのは何かって言ったら反共産主義で北朝鮮の浸透に対して一番警戒している国家の中枢ですよね、頭脳中枢ですよね、ここがさらに例えば軍の中に北朝鮮のエージェントが入り込まないかっていうようなこともちゃんと調べてるし、軍がクーデターやんないように調べるのも国家情報院だし、だから軍よりもさらに国家の中枢ですよ、でそこがまさに北朝鮮から見れば一番の敵ですから、そこを解体してるっていうことはもう北の工作に対して全く韓国は無防備になっている、これはもう意図的に戦略的に文大統領やってると思いますね、まさに北の意を忖度しまくりでね恐ろしい状況ですよね。だからもう一つは財閥ですよね、財閥というのはやっぱり基本的に資本主義経済の中のの存在なんだから、北と一緒になっちゃったら自分たちはもう全部ね、最終的にはですよ、連邦のうちはまだいいだろうけども、最終的には、北の独裁政権 に全部、資産は取られちゃうんだと、没収されるんだっていう危機感があるかと思ったらそうじゃなくて、どういう方向で誘導されて積極南北統一連邦構想賛成論になってるかというと、北からのささやきというかね、今韓国で言われてるのは、韓国は優れた技術があるじゃないですかと、まあないんですけどね、まあでも世界の中では物が作れる国ではあるわけで、ジンバブエよりはマシでしょうけどね、いや相当世界で売れるものを作ってるのは事実ですよね、あのサムスンなんて物まねと言われながらでもすごい収益力があるんですから、それと北朝鮮の安い労働力を組み合わせればものすごく儲かりますよって言われて、そうだなってここに来ちゃってるんですよ、で連邦構想の段階では経済体制は別でいい、ただ外交軍事は一体にしますということですから、それで行きましょうとなっちゃって、考えてみればケソンの工業団地ってそういうアイデアだったわけですよね、それから前あのヒュンダイの初代の財閥の当主が牛を何300頭ですか連れて北朝鮮に行ったりとか動きがありましたよね、そういうナショナリズムをくすぐられながら、いや財閥もね儲かりますよって言われたんで財閥そっちの方に流れていっちゃって、本当は反対しなきゃいけないのに、だからもうすっかり骨抜きになっちゃってる、でこので軍よりも大事な国家中枢、国家情報院がやられてる解体、で財閥も抵抗しないというか積極推進論になっちゃってると、南北統一ね、もう韓国おしまいですね、で大統領1期5年でしょ、だから僕は韓国5年我慢すれば次はまた保守系のね、反共産主義の大統領になる可能性も高いんで、頑張ってほしいと思ったけど、もう5年持たないね、これだと、5年切りますか、いやだから5年内にもう統一が決まっちゃうんじゃない、そしたらもう勝負あった、文大統領の任期中にってことですか、任期中に、持っていく気でしょ、だって次はもう当てにならないから自分の気にやるつもりですよ、今回だ新北大統領3代目でしょ、金大中さんでノムヒョンさん、今度自分だと意識でしょ、だから北朝鮮の対南工作はもう完成段階に入ってんだよね、で大高さんご存知のように帝大教なんていうのは完全の北の代弁団体じゃないですか、そして、ねえー、
パクネ大統領を引きずり下ろしデモってのみんな新北朝鮮の団体がリーダーシップ取ってやってて、それ国民はなんとなく乗せられてわー、犯罪罰だ、けしからん、セオル号だってやっちゃって、したらその国民はね、新北の大統領選んだと思ってないと思うんですね、それ財閥のけしからんとか今のあれが体制がけしからんと、ヘルコリアでけしからんと言ってやったんだけど、その中身はもう真っ赤化ですから。この後に及んで思ってないんですか、新北だって言った問題。いやだからその出てきてるけども、それがみんな統一の熱に侵されて、普通の人もさ、北朝鮮の核は僕たちの核だと、これは日本でも一発落としてやれれば気持ちいいなっていうようなね、変な反日ナショナリズムに。でよく考えてみてくださいと、反日が朝鮮半島のナショナリズムの唯一のバロメーターならば、北朝鮮のが徹底してるんですよ。韓国なんてのは、日本とかアメリカにバックアップされてできて、戦後も経済発展できた国なんだから、そしたら韓国っていうのはあのナショナリズムの点では北朝鮮よりはるかに劣位ですよね。コンプレックスがね、ものすごいコンプレックスなんでしょ。そしたらあのこの間も北の代表がさ、あの反問点で、いや我々の核兵器はアメリカに向かってんで、南の東方に向かってないって言ったらみんなお喜びしちゃって、もうコロッてやられてるわけですよ。もう精神的武装解除は完璧ですよね。そうそう、それも、まあ、反日アヘンと、まあ、すごい大高さんはね、おっとりした喋り方ってすごいことを言うな。半日アヘンですから、ね、体しびれちゃってもね、中毒、うん、それ北朝鮮の言うことは全部よく統一って聞くと、もうはーってこう、ね、あーってなっちゃってる、はいになっちゃって、同じ民族、そこにある危機とリスクは何も考えられない。それ南の経済力と北のね、核兵器の方で、はい、合体すれば強力な朝鮮国家ができるなんて、うん、ああそうかなと思っちゃったね。また日本やつけられるんだよね。自分たちの、ね、今の自由とか、かろうじてあるその言論の自由とかね、うん、そういったものも全部選挙で体制を決めるなんてことができなくなるんだよっていう、一番根幹的なことをすっかりみんな忘れちゃってるよね。恐ろしい時代ですよ。甘美なささやきですよね。確かにね。まあ、だから解体、その通りだと思います、はい、韓国解体。それにしても5年以内をというか、それを切ってるやつになるわけですね。こういう流れは当然アメリカは読んでますよね、うん、読んでますよ、うん、だからもう、うん、今度のね、うん、あのビクター・チャーっていう人をアメリカは中間大使に任命したでしょ、うん、この人は両親があのコリアン で、うん、でアメリカであの育った人だけども、はい、非常にそのアメリカの保守本流的な哲学が、はい、骨の髄まで入った外交専門家ですよ。だから朝鮮は喋れるけども、はい、韓国に対しては相当厳しいことを言う人だと僕は思います、うん、だからこれもね、ラストウォーニングっていうかな、もう今のまま行ったら韓国なくなるよと、アメリカの同盟国でもなくなるよと、それでいいのかいっていうことを言わせるためにね、トランプさんこの人に任命したんじゃないのかなと。まあ長いことね、韓国大使が決まってないってこと自体が非常に問題だったんだけどね、うん、どうなんでしょうね。安倍さん、麻生さんはそこまでやっぱ見せてますか。いや、安倍さんは見てますよ、そこら辺はしっかり分かってると思う。じゃあもう、うん、ただ日本がどうするのと言ったら、本音はなかなか言えないでしょうっていうことだね、今の。言えないですよね、現段階でね、現段階でね、それこそ大変な、うん、ね、まあ、僕らが、それはそうですよね、僕らが代弁しますからって、それはね、でもね、でもね、麻生さんがちらっと言ったでしょ、あの朝鮮半島から難民が発生したらどうなんだっていうのは、うん、要するにそういうことで、これ統一して、ある程度事態が分かってきたら、韓国民が逃げ出しますよ。あの発言の裏はだから北からのみってことではないってことですよね。そうそう、あの北からも逃げてくるかもしれないけども、北と南が本当に融合してきたら、北から南にどっと人が来て、そしたらところてん死に押し出されて、南の人も海外に出てきて、北の人だってついでに逃亡しようって人が出てくるかもしれないし、南の方には船いっぱいあるからね、漁船いっぱいあるからね。だからそういった